こんにちは。ナナです。今年も残りわずかとなりました。藤井聡太二冠の記録を振り返ると、2020年は将棋界を超え、日本中に心を震わせる感動と、予想をはるかに超える記録を打ち立てた記念すべき一年となりました。それが顕著に現れたのが藤井二冠を特集した雑誌の売り上げです。スポーツ総合誌であるナンバーですが、今年はタイトルを2つも獲得したということもあり、藤井二冠を取り上げたところ、累積発行部数は23万部に達する売れ行きとなり、喜びの悲鳴を上げていました。それを受けて、文藝春秋は17日、今年最も輝いたアスリートに贈るナンバー MVP 賞に、将棋の藤井聡太王位を選んだと発表しました。MVP 賞は1982年から始まり、今回で39回目となりますが、棋士が選ばれるのは初めてと言います。編集長は、MVP 賞を棋士に贈るのは初めてだが、知力をはじめ審議体をかけて真剣勝負を戦う棋士は、紛れもなくアスリート。藤井二冠は、2つのタイトルを史上最年少で奪取し、その恐るべき強さは、将棋という競技の枠を超えた大きな社会現象となった。まさに MVP にふさわしい活躍だったと受賞理由を説明しています。この受賞に対して、藤井二冠は、受賞をとても嬉しく思う。新しい角度から棋士の魅力に迫る特集を取り上げてくださり、とてもたくさんの方々が手に取ってみてくださったことに心より感謝しているとコメントを寄せています。いよいよ、ネットの時代が主流となり、雑誌や書籍もデジタル化が進んできており、紙媒体が売れなくなってきた。昨今ではありますが、そんなことは、どこ吹く、風と今年の夏は、出版会社も、藤井二冠が神に見えるくらいの絶大な効果があったようですね。これ以外でも、藤井二冠が、特に何の意図もなくつけていたマスクが注目され、図らずも大ヒット商品にまでなった。企業もあったりと、関連グッズも当然ながら飛ぶように売れた一年だったのだと推測いたします。グッズに関しては、デビュー以来変わらずで、菅タイトル奪取に絡めて、今年は過去最大の記録を叩き出していると、勝手に想像しています。さて、今年最後の対局となった順位戦では、野月八段との激闘を制し、今季7連勝で単独首位を走っており、さらにはデビュー以降、黒星は、一つのみで通算で言うと18連勝となっています。王将戦での厳しい内容を超えても、勝率は未だ8割超えという驚異の記録は、天才集団の棋士の中でもずば抜けたセンスと日々の研鑽に裏付けされた藤井二冠らしい将棋で成し得たものだと考えます。この1年を振り返ってみると、当然二冠を獲得した見事な対局が真っ先に思い浮かびますが、豊島竜王や負けなしで来ていた羽生九段との対局で初黒星をつけたことなども印象に残っています。豊島竜王との対戦で負けを喫した時に、師匠である杉本八段が東京から地元へ帰る際の道中の様子を見て、いつもとは様子が違い、荒ぶっていたというコメントがありましたが、それは対局後の様子でもはっきりと見て取れました。負ける回数が少ない藤井二冠ですが、特に豊島戦での敗北の時は、見ているファンにも伝わるような悔しさが感じられました。それ以外でも当然負けた時は、相手に関わらず悔しさをにじませていますが、これが私は藤井二冠を最も強くしているゆえんなんだろうと確信しています。少し前にゆとり教育が取り入れられ、人と競うことでの成績で評価するのではなく、その過程が大切なんだ的な教育方針が推し進められた時期がありました。ですが、私たちは常に人との対比の中で言葉にしなくても評価され順番をつけられているわけですよね。そこから逃げていたら、この厳しい社会を渡ってはいけないわけですが、それがもろに現れるのが勝負の世界。はっきりと勝ち負けがつけられ、最後は負けましたと、相手に降参宣言をする潔い戦いが将棋であり、他の競技や勝負事で同じようなルールがあるものは少ないと思われます。そういう中で、人に負けることの悔しさをそのままにしないで、
強くなるためにはと突き詰める力を、人並み以上に持っているのが藤井二冠だと見ています。普通の人は負けて悔しいとまでは思うんです。当然弱いとバカにされたり、悔しい思いをすることが増えますからね。そこで努力をできない理由を考え、適当に逃げるのが二流。対して負けた悔しさを、糧に、さらなる高みに向かって、研鑽を積むことに脇目も振らず邁進できるのが超一流なのではないでしょうか。決して相手が強かったから、しょうがなかったのだと自分に言い聞かせるような勝負からの、逃避につながる言い訳など微塵も考えていないと思われます。藤井二冠の対局の姿勢からは、学ぶべき点が本当に多く、最年少記録をバンバン打ち立てているというだけあって、高校生とは思えないほどの深い人間力を感じます。ここまで成長できたのも、過去藤井二冠を任してきた棋士がいてくれたおかげとも言い換えることができます。間違いなく悔しい思いをして、そこから、さらなる高みへのバネにしてきたように考えられるからです。そういう意味では、デビューからの2年間ほどは、井上一門のお世話になったということができます。藤井二冠の四段時代から続いていた連勝を16で止めると同時に、六段昇段後初の黒星を喫させ、この時点で、藤井二冠は、菅井八段、第67期王将戦と稲葉八段、第67期 NHK 杯にそれぞれ、一度負けており、この敗戦で、対井上一門0勝3敗と、勝ち星なし継続であったので、以後の井上一門は、藤井キラーと呼ばれるようになりました。こんな代名詞が付けられた一門のトップである井上九段ですが、どんなに怖い人なんだろうと思いきや、関西出身の先生だけあって、見た目の品の良さからは想像ができないほどに、話をすると気さくで、大阪のおじちゃんといった雰囲気が前面に出る素敵な方です。なんだか、あまり、冗談なんて言いそうにないように見えるのに、そのギャップにもちょっと驚きます。こんな親しみやすい雰囲気を醸し出している井上九段は藤井キラーと呼ばれるのは、棋風が影響しているのかという質問についてこんな風に答えています。それはないと思いますね。稲葉にしても菅井にしても強いですから、そこはそれほど不思議なことではないのかなと。ただ、僕まで勝ったんで、もうびっくりで、かっこ、笑い。それで、テレビとかでも、いろいろ取り上げてもらいましたけど、それから倍返しというか、3倍返しくらいで、彼らも随分やられてますね。と話しています。そうなんです。一時期は、藤井キラーと言われて、大きな壁とも言われていましたが、それも、今は昔。すっかりそれを乗り越えて、堂々の戦いぶりを、井上一門に対しても見せています。藤井二冠の唯一の壁は豊島竜王ってことですね。しかも、この壁も、必死に戦ってどうかというほどまでに追い込んでいると、谷川九段が、客観的な視点で語ってくれましたので、あとは気持ちの問題なんでしょうね。藤井二冠が、これだけ勝ちを貯めているわけですから、次は、大舞台で、見事な勝利を見せてくれるでしょう。さて、井上九段は、自身も藤井二冠と戦い勝利していますが、それはかなり自慢できる記録となっているようで、その記念すべき対局は、2018年3月28日に行われた王将戦の一次予選3回戦でした。井上九段曰く、中継もされますんで、なんとかひどい将棋にならなければいいな、という心境でしたね。先手番でしたので、自分の好きな形に組めた。藤井さんは、後手番だと、相手の出方を受けて立つタイプですから、これだったら、そんなひどい形にはならないだろうなと思いながら、指していました。藤井さんの残り時間が切迫して、あと2分くらいになった時、私が、切り札の勝負手を指したんです。その時、藤井さんらしい、強い応手をされたんですが、それが結果的に敗着というか、逆転につながりましたね。急にね、必勝系になったんです。藤井さんが一手パスみたいな展開になって、丸々銀を取れるような形になりましたから。そうなりますと、急に心拍数が上がってきましてね。ドキドキドキってしましてね。そこから、全く手が見えなくなりましたね。勝ちは明らかに勝ちなんだけど、どうやっても勝ちそうに見えて、
それでかえって迷って疑問書を刺したけれど、逃げ切った感じですね。あれが、もうちょっと長引く展開だったら、必ず逆転されていたと思います。疲れ切って、ヘトヘトでゴールにたどり着いた感じです。ゴールが10メートル先だったらダメでしたね。と、その時の対局を振り返り、ギリギリ勝てた。と井上九段は語っていますが、大差をつけて将棋で勝つという方が逆に珍しく、どういう内容でも藤井二冠を負かしたことはすごいことだと思います。もう少し時間があれば負けていましたとありますが、もしもは存在しないから、この一発勝負が楽しいんですよね。そういうギリギリの心理状況の中で、棋士は、しのぎを削り戦っているから見ている方も楽しいわけで、一時期は、AI がプロ棋士をしのいだと確定したから、もう、将棋の未来はないとまで言っていたメディアがありましたが、それは全くの間違い。機械ではなく感情を持つ人が指して、勝ち切るから面白いわけですし、こんな思考力を高められるゲームは他にありません。子供の頃に出会って集中力を高めたり、先を読む力を育成するために使うには本当に最適ですし、年齢が高くなっても、それこそ脳を活性化させるためには最適なゲームだと思っています。この時井上九段に負けた藤井二冠は、当然ながら、相当悔しい思いをしたわけですが、その様子をこんな風に、面白おかしく、自虐的に井上九段が語っています。それはもうがっくりしてましたね。まさか、この人に、という感じでした、かっこ、笑い。でも、感想戦のやり取りをしたら、全然、読んでいることが違う。読みの深さを聞いて、次は絶対に勝てないなと思いましたね。このように、その時の様子を語っています。この話から、渡辺名人の言葉がリンクします。棋聖戦での番勝負で戦いが終わって感想戦をした時に、藤井二冠の読みの深さを知り、愕然としたと言った。ことを正直に話してたことを思い出されます。藤井二冠の感想戦は、相手との空気感で、長さや内容を決めているように見受けられます。名人は、惜しげもなく考えていた作戦を話して、対局後の振り返りも、有意義なものにしようとしているのが、見て取れますから、それに合わせていろいろと対局中に読んでいた内容を自然と伝える形になったように見えます。永瀬王座や杉本八段のようにそもそも深い関係性を持つ相手に対しては、対局中からその様子は違い、適度な緊張感がある中でもリラックスして指しているように見えます。その延長線上で、感想戦もかなり楽しそうに意見を言い合っている姿を目にしますから、高校生だけど、大人の中で、しかもプロとして働いている年数は、すでに4年になりますから、かなり空気を読める天才棋士に成長しています。将棋が強いだけでなく、順応性までもが高いって完璧すぎる。ただ、この一度の勝利は、大きな反響があったようで同門だった谷川九段からも、かなり称賛されたといいます。この対局から2年後の今年藤井二冠はタイトルを奪取したわけですが、そのことについて、井上九段はこんな風に話しています。僕は2年でタイトルを取られるとは思っていませんでしたね。藤井さんは強くなられるとは思っていましたが、トップの方が皆さん若くて充実されているんで、なかなかタイトル奪取まではいかないんじゃないかなと思いました。ただ、2年前、僕が対局させていただいた時より、大駒1枚分くらい強くなられていると思います。このように、やはり、驚きのスピードだったと説明をしています。29連勝から始まり、藤井二冠は、ファンや将棋界の偉人ですら驚く記録を平然と打ち立てて、さらなる高みへと、歩き続けています。ただ、これほどまでに注目された井上慶太九段ですが、自身は、タイトルに恵まれることなく、長い棋士人生を歩んでいます。こういうことを目の当たりにすると、やはり、相当厳しい世界なんだなってことを痛感し、それが反転し、やはり最年少タイトルホルダーとなった天才棋士の凄さが改めて理解できます。このエピソードに関して、将棋ファンからは、こんな声が上がっていました。米長氏と、壮絶な A 級残留争いを直接対決を制して、米朝をフリークラス業にした人でもある。
要は、井上慶太九段は、間違いなく実力者である。C2 が長かったから謙虚になりすぎているのかな？現在の藤井二冠は、高いレベルで進化しているから、過去の逸話は、逸話として、18歳の高校3年生が、将棋界のトップの座にいつたどり着くかに興味あります。本人は大学進学しないで、将棋に徹するそうですから、大いに応援しようと思います。今泉五段は、NHK 杯で藤井二冠に勝った時、に菅井八段に電話したらジョークだと思って信じてもらえなかったとか。この頃から、すでに、C 級の棋士が藤井二冠に勝つことが奇跡扱いなのが、すごいことだと思います。このような声が上がっていました。今年度のここまでの対局を振り返ると、さらに、その驚異的な記録が浮かび上がります。コロナ禍において、対局の再開のめどが立たず、不可抗力による最年少タイトル挑戦や奪取が厳しくなったと、報じられていた中、突如として始まった対局。休暇中に、しっかりと研究がなされていたことが判明したのは、タイトル戦が始まる前の段階から、容易に想像ができました。初対冠を果たした第91期ヒューリック杯棋聖戦ですが、6月2日、決勝トーナメント準決勝、佐藤天彦九段戦。6月4日、挑戦者決定戦、永瀬拓矢二冠。と、完璧な差し回しで、圧倒的な強さを見せてタイトル挑戦権を獲得します。さすがに、タイトル戦では現役最強と言われている渡辺名人を相手にするだけあって、よくて互角の戦いだろうと、誰もが思っていたと思います。それが蓋を開けてみれば、名人をも圧倒する内容で見事ダッシュすることになります。棋聖戦は5番勝負までありますが、藤井二冠の3勝1敗で、第4局で決着をつけたのです。さぞかし悔しかっただろう、渡辺名人ですが、感想戦では、手の内を次々に吐露して見ているファンへの、サービスを忘れない当たりプロ意識の高さを見せてくれましたし、若き天才に対しても惜しみない称賛の言葉を送っていました。矢倉で勝てば本物だと言っていた加藤九段もうなる内容での勝利に日本中が沸きました。17歳10ヶ月20日での挑戦で、31年前に屋敷伸之九段が達成した17歳10ヶ月24日の記録を更新する最年少記録となり、同時に棋聖戦で初タイトルダッシュを獲得し、17歳11ヶ月での初対冠は、屋敷伸之九段の持つ18歳6ヶ月の記録を大きく上回る最年少記録となりました。そして、それと並行して進んでいたのが王位戦タイトル挑戦でした。王位戦でも、挑戦者決定戦で、永瀬二冠との戦いとなり、運命を感じる流れとなりましたが、ここでも、見事に藤井二冠が勝利し、挑戦権をゲットします。最年長タイトルホルダーと最年少棋士が望むとあって、さらに注目を集めた対局となりました。その後、木村王位とのタイトル挑戦が始まるも、棋聖ダッシュの勢いのまま、素晴らしい内容の対局を見せ、7番勝負あるにもかかわらず、ここでも、第4局の福岡能楽堂での対局で決着をつけ、王位をダッシュします。羽生九段でさえ複数タイトルを保持したのは21歳11ヶ月のことでしたので、藤井二冠が樹立した。18歳1ヶ月は、大幅に記録を更新する大記録だったということがわかります。二冠保持したことで、八段に昇段し、こちらも、加藤一二三九段の持つ18歳3ヶ月を更新する最年少八段記録となったわけです。二つのタイトル戦を戦い終えた藤井二冠は、記録は意識しなかったが、棋聖戦、王位戦の2つのタイトル戦に出ることができて、結果を残せたのは収穫だった。この経験を生かして頑張っていきたいと冷静に振り返っています。二冠になったことに関して、さすがの師匠も、確かにタイトルを取るとは思っていましたが、こんなに早いとは思っていなかったし、まさか2つもタイトルを奪取するとは、想定外だったと、素直に気持ちを語っていたのが印象的でした。暗いニュースが日本中を覆っている時にそれを忘れさせてくれるくらいの明るいニュースとなった。感動の一年でした。師匠の言葉通り、やっとこれで本編が始まったということなのでしょうか。
どこまで行くのか本当に楽しみですね。高校3年生も残りわずかとなったわけですが、予定通り大学進学ではなく、完全なる将棋への道に進むことになると、今以上に研究に充てる時間ができることになり、プロ棋士の先生は戦々恐々としているのではないでしょうか。これ以上ありますかって思いますが、この先への期待も高まります。今年の勝率が 0.810 とまたしても8割超えを叩き出しているわけですが、最後に今年度藤井二冠に見事勝利した名棋士をご紹介します。ほぼ勝っているので、要するに負けを許した棋士を紹介した方が早いので、その方式で参ります。6月10日王座戦二次予選大橋六段、7月9日棋聖戦五番勝負第3局渡辺明棋聖、7月24日、竜王戦決勝トーナメント、丸山忠久九段。9月12日、JT 将棋日本シリーズ、豊島竜王。9月22日、王将戦長決リーグ、羽生善治九段。10月5日、王将戦長決リーグ、豊島竜王。10月26日、王将戦長決リーグ、永瀬拓矢王座。11月22日、NHK 杯本戦、木村一基九段。負けはわずかに8対局のみ。34勝8敗勝率 0.810 という見事な成績で今年を終える藤井二冠に改めて賞賛を送りたい。それでは動画を見てくださっている皆様へ、最後までご覧いただきありがとうございました。今年も残り13日ほどになりました。皆さんにとって新しい年が素晴らしいものとなりますよう願っています。来年もどうぞよろしくお願いいたします。